あ、フォンカンっていうところね、前あの地図で調べてさ、蔡英文さんの実家、田舎、うん、超田舎。蔡英文さんは何でのし上がった人なんだい、うん、あーマジか、こんなとこって言っちゃあれだけど、このど田舎から8年間も要は任期を全うしたぐらい優秀なお方なんでしょう。そうだな。フォモーサー大家好、我是曼谷猫。嘿、啊、按照昨天肯定安妮可以讲的，今天我们就会再去一趟这鹅銮鼻，然后去看一看那个历史建筑的灯塔啊。但是在那之前呢，我们还是先来吃个早餐。早上呢肯定就没有什么店在开，然后基本上他写着一些早午餐的都是一些比较西餐的东西，然后我们也并不想吃，我们就是想找这种比较台式的食物。这家台式早餐我们找了半天，经过几家全都是那种都是一些西餐，因为我发现这边欧美游客蛮多的，可能是欧美人普遍都比较喜欢海边嘛。方朗他们从那边啊，朋友们是，有没奶昔？吃けないし、見てもわかんないし。口に合わないよ。嗯，最大的理由。最大的理由。我受不了。我刚刚吃了，吃了。啊，そうなんや。全然いいよ。全然いいよ。てかこの牛肉麺はスープがめっちゃうまいです。牛肉の味が染み込んでいる。麺はどうなんだな。これ明らかに製麺場の麺だな。うん、牛肉。柔らかくて食べやすい、うん、やっぱ日本人はラーメン、チャーハン、餃子さえあれば日本一って言ってるね、うん、てかもう完全王将セットや。そうなんだよ、王将ってやべえんだよ。俺も最初日本行った頃ってさ、中華料理っていう日本食のジャンルが分からなくて、うん、いやできるよ、あの本格中華だと思って、うん、行ったらもうあれラーメンしかねえじゃんこれどこが中華なんだたまにね、もう天津飯が出てくるんだから、何これ台湾は結構ねガチ中華だよな。なんていうの、もうトラディショナルスタイル、文字もそうだし、うん、あとはそのね、他国の優秀な文化を、日本って言ったら岡山ですね、グローバルトラディショナルで今回なんだかんだってお客様ネタが多いですねまあこれから行こうとしてる場所って、昨日のあのケンディ兄貴がすごいおすすめの場所であって、歴史があるところって、いやでもなんか閉まってるそうだな、閉まってるそう、閉まってたよね、そう、昨日も閉まってるし、バイク軍団がすごいやん。ああ、そっかそっか、残念そうでした、残念そうだ。って、ああでも、閉まってそうやな。あー、まあ遠くからは見えるけどさ、まあじゃあまあ、森さんも急いでるからね。そう、行く前になんかいい景色があるかないかって。じゃあロンパンパーク行く。ロンパンパークいいらしいね、うん、今めっちゃ人いたもん。ロンパンパーク行きますか。行きましょう。原住民と日本、当時はねなんか日本人じゃなくて琉球人とあの衝突があって、まあこの事件によってあの琉球王国はもう日本の傘下に入ったっていう、まあきっかけの事件だというとも言われている。負の歴史じゃないか灯塔没办法看，我们就来到旁边的这个龙盘公园，嗯，在附近转一转。哇，好
風が強いですね、確かに。うん、从戴娜完全不能戴帽子，一秒钟就被吹飞。じゃあとりあえず岡山駅行って、うん、岡山駅向かってちょっと駐車して、あの街中ブラブラ散策してっていう、それがいい。このように2つあるんですよ、岡山駅。そうだね。高尾まで行って岡山だけ満喫する日本人はほぼいないなって。そうだね。うん、岡山駅来ました、これから岡山に帰りますめちゃくちゃな文章何言ってんだじゃあもう矢口さん、あれ岡山に帰ったら無茶気に普通に言うんですか。なんとかじゃあとは使うね。あ、なんとかじゃあ、どしとは、はいはい、どういうタイミングで使う、例えば中国語でドゥイドゥイドゥイって言うじゃん。はいはいはい、じゃあ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 、じゃあじゃあじゃあって言うんですか。そうそうそう、すごいです。ああ、うん、中国に勘違いしてもらったらもうこれもっと足してっていう意味になるね。じゃあじゃあ。高尾の岡山でじゃあじゃあ言ってたら感動しちゃう。感動。あのね、壁があるね。そう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 。なんか歴史っぽい壁が。またこれは必ず。歴史建築だと思うんだけど、今回はもうパスとしようか。そうだね。岡山県出身のノリさんのために早く岡山にたどり着かなきゃいけないからって。YouTube ネタ的に必ずそっちの方が面白い。岡山ネタ。絶対そっちが面白い。いや、そしたら本当、日本の岡山の人が結構それで引っかかって見た場合、ちょっとノリさん岡山住みづらくなる。配達行ったら、あ、もしかしてノリって方ですか。ノリって方。あ、孫館っていうところね、前あの地図で調べてさ、どうやらさ、今の台湾の大統領蔡英文さんの、あの実家らしくてさ。マジで。うん。ここが。マチャイ先。マチャイさん。ファンガっていう。うん。そうなの。そうそうそう。帰ってこうか。結構田舎出身なんだね。結構田舎出身っぽい。うん。蔡英文さんは何でのし上がった人なんだい。うん、そうなんだろうな。多分、いや、もう家庭の関係はないと思うんだけどな。政治家庭ではない。それだけ田舎だとな。うん。でも当時はね、確か、李登輝大統領のアシスタントか何か、助手役は。面白い名前で。つまり、英語がうまいってことやな。これで英語下手くそだったらやばいでしょ。YouTube チャンネル持ってるし、見る人。台湾の政治家大体ね、もうみんな YouTube チャンネル持ってるよ。マジで？そうそうそう。台湾の準大統領の名前知ってる？台湾の準大統領。そうそうそう。これから5月から赴任する。蔡英文さんじゃなくなるってこと？そう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 。もう決まってるんですか？あ、決まってる。今年1月選挙終わって。へー。彼はもう現在の、副大統領。副大統領。そうそう。今、副大統領が次の大統領になる。蔡英文さんの任期が終わって8年間、トータル、まあ、2任期。蔡英文さんの話に戻るんですか？うん。おばあちゃんは、パイワン族。そうそう、パイワン族。そう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 。何それ。パイワン族って、さっきさ、行った場所、パイワン族が関わってるって。要は、パイワン族の原住民たちが、琉球王国の人を殺したっていう。そうそう、パイワン族。名前面白いな。うん。多分原住民語でできてるので漢字はないと思う。だね、蔡英文さんは結構ビジネス界にあんまり出てない感じだったね。どっちかっていうと、うん、勉強をめっちゃやって、
そうそうそう。次の人はライさんという人。ライセイ、ライ、ライセイトク。矢見さん知ってます？うん。そう。さすが、岡山出身の。お前、私は中国で来てた時に、はい、台湾で総統選があって、同僚で台湾出身の人もいた。はいはい。で、わざわざ投票するために帰ったら、意識高いなと思って。意識高いなって。日本だったら、まあ、その国政選挙は、はい、外国に行っては投票できるから大使館です。あ、大使館行って投票できるんですよね。まあ、まあまあ、普通台湾人は確かに帰国して投票するイメージではあるんですけどね。意識高いですよ、みんなやっぱ、はい、うん。まあそれはしゃあがない。あのあれよ、最先端ですからね。まあ日本とはまあちょっと全然危機感違うんですよ、うん、しかも勉強も日本人よりだいぶ頑張ってるし。まあそうやな、我々そんな大学院とか行きません。日本人はゆとりすぎやね。ゆとりすぎはい、全く否定します。その通りです。ライさん気になるニュースで一回見た気がする。デモクラティックプログレッシブパーティーってこれどっちの緑色？あれよ、そう、緑色、民進党っていうやつ。はいはいはい、うん、蔡英文さんと同じ政党。昔は派閥は別々で、前回の蔡英文さんとはあの結構競争の立場であって、党内選挙で、で最後は蔡英文さんの勝ちであって、で党内選挙ね。ほんで蔡英文さんがまあ無事2任期8年間。台湾の政治家って、うん、あんまりその親関係ないんだね。そうなんだよな。この人もだって炭鉱労働者の息子だって。てかあの民進党って基本的にみんな素人が多くてさ、うん。しかしこの人すごいな。ハーバード大学行ってるわ。公衆衛生修士号を取得。てか台湾でさ、意外とさ法律じゃなくて、まあ法律もいるけど、もちろん医学出身の政治家が多くてさ、まあ多分医学部の出身の人は大体エリートです。うん。まあなんやかんや津田って医者にはなれるから。そうそうそう。別に他のことやってもいいよ。そうそう。医者は一人の患者しか救えないけど、でも政治家になって全国民を救うみたいな。やべえ。やべえな。志がでかくなる。あ、もう来てますよ。フォンカン、フォンカン。蔡英文さんの実家。田舎。うん、超田舎。あ、動画撮ろう。蔡英文さんの実家、一瞬で通ったな。風味、風味って書いてある。ちょっとあの感じが好きなんだ。あー、やっぱ風に関わる感じが好きなんだよな。風属性の村だね。うん、風属性だな。いやーマジか、こんなとこって言っちゃあれだけど、このど田舎から8年間も要は任期を全うしたぐらい優秀なお方なんでしょ。そうだな、まあ、賛否は賛否両論あるって知ってる。うん、だから民主政治だよね。賛否両論ない国、それは中国だな。そうなんだよね。3しかないですよね。3しかない。イエスイエスマン、みんなイエスマン。はい、ね、はひたすらそうそう、3しかない。イエスサー。あ、でかすぎるんだって。そんな民主政治やってたら国バラバラになっちゃう。それもうバラバラになっていいんじゃね、別に。まあいいと思う。そうそう。でわざわざ一つの国重要性ってある？うん、多分マジで覇権国家になりたいか否かみたいな人だ。そうやな。うん、なんか、うん、ちょっとそれって世界征服みたいな、こう儚い夢にしか聞こえない。うんうん、あれはすごい、あれはすごい、あの山何、うん、かぶってるっぽいな。いやー、岡山に到着しました。うん、お疲れ様です。じゃあ、我们现在到高雄了，然后我们在高雄转一转先。本期内容先切到这边。